フェリーチェ・オルシーニ、フェリーチェ・オルシーニ、フェリーチェ・オルシーニは、イタリアの貴族、カルボネリ島の活動家、1858年に発生した、ナポレオン三世暗殺未遂事件の主犯、強行領のメルドラで貴族の家庭に生まれ、カルナボリ島に入島する。仲間だった、ナポレオン三世が皇帝に即位してからは、 イタリア問題に冷淡であることに疑憤を感じ、暗殺することで世間に訴えようとした。4人の同志と共に計画したが、1人は結婚直前に逮捕されたため、3人で1858年1月14日、夜8時、パリのオペラ座正面に泊まろうとした皇帝夫妻の馬車に3発の爆弾を投げ込んだ。衝撃でガストは消え、辺りは真っ暗になり、民衆はパニックになった。 皇帝夫妻は軽傷だったが、死者18人、負傷者150人の大惨事になった。翌日、一味は全員逮捕された。オルシーニは投獄されると獄中で考えを改め、ナポレオン三世こそは、イタリアの救世主だと主張するようになった。裁判が始まると毅然とした態度を取り、皇帝にイタリア統一への協力を訴えた。オルシーニらは世間の同情を集め、 皇帝夫妻からも除名嘆願されたが、3月13日に全員南東大により処刑された。しかし、この一件によりフランスは積極的にイタリア統一に協力するようになる。ありがとうございます。